FM。 こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。こちらは RTI 中華民国中央放送局の日本語番組です。ただいまから10月20日のニュースをお伝えいたします。まずニュースの主な項目です。蔡英文総統が20日世界最大手の半導体受託生産企業 TSMC の創業者である張忠謀モリス・チャン氏を今年の APEC 首脳会議に出席する特使として派遣することを明らかにしました。国家安全局の陳明図局長が20日北京側による台湾への武力行使には成功する可能性はないとの見方を示しました。スウェーデンの新たな首相が所信表明の中で中国の台湾に対する武力を用いた恫喝を強く懸念する立場を示したことに対し外交部がプレスリリースを発表して謝意を表しました。以上がニュースの主な項目です。はじめに蔡英文総統が20日世界最大手の半導体受託生産企業台湾石体電動製造 TSMC の創業者である張忠謀モリス・チャン氏を今年の APEC アジア太平洋経済協力首脳会議に出席する特使として派遣することを明らかにしました。モリス・チャン氏は2006年に当時の陳水扁総統の特使としてそして2018年から2021年まで現職の蔡英文総統の特使として APEC の首脳会議に出席しました。モリス・チャン氏が総統の特使として APEC 首脳会議に出席するのは6度目です。蔡総統は現段階世界経済は各所の挑戦に直面している。 APEC のメンバーはコロナ後のアジア太平洋地域の経済のために新たな局面を切り開く責任がある。台湾の半導体産業特に台湾石体電動製造 TSMC が国内と世界経済で重要な役割を果たしており世界的にも注目を集めていると紹介。モリス・チャン氏は台湾を代表して APEC の首脳会議に出席する最適な人選である。これも今回5回目もモリス・チャン氏に特使として招聘する最も重要な原因だと説明しました。蔡総統はまた最近国際社会では台湾に対する関心が高まっている。今回の APEC 会議では台湾の取り組みと立場がさらに注目されるようになるはず。モリス・チャン氏率いる代表団は APEC のメンバーに3つの重要な立場を伝えてほしいと述べました。この3つの重要な立場とは次の通りです。第1に APEC のメンバーに地域内の意見の相違を重視するよう呼びかけるとともに自由で開かれた貿易と公平な競争の間でサプライチェーンの安全性と効率の間で経済発展と持続的な開発の間でバランスを取るよう努力しさらに一歩進んでより将来性がありさらに進歩し共に遵守できる経済的な枠組みとルールを作るよう求めること。第2に全世界の産業サプライチェーン特に半導体産業における台湾の重要な影響力をさらに世界各国に重視させること。台湾はこの地域のパートナーと手を取り合って共に安全で信頼できる強靭性のある産業サプライチェーンを構築したいことも伝えること。
第3に経済の持続的な開発を追求する対話の決意と努力を見せること、例えば世界各国とともに気候変動に対応すること、グリーンエネルギーへのモデルチェンジを図ること、労働者の福祉と女性の権益を大幅に高め、弱い立場にある人たちの世話を良くすること、社会の均衡的な発展を追求することなどです。第二、我们要让各国更加的重视台湾在全球产业供应链尤其是半导体产业所具备的关键影响力，同时我们也愿意和区域伙伴合作，共同打造安全、可信赖、有韧性的产业供应链。蔡総統は、我々は世界各国が全世界の産業サプライチェーン、特に半導体産業における台湾の重要な影響力をさらに重視してもらいたい。それと同時に我々はこの地域のパートナーたちと手を取り合って、共に安全で信頼的、強靭性のある産業サプライチェーンを作っていきたいと述べました。次に、国家安全局の陳明通局長が20日、中国共産党第20回全国代表大会の政治報告で言及された台湾に関する内容について立法院の答弁に立ち、報道陣のインタビューにも答えました。陳明通局長は、最も重要なのは国防建設を強化し国家を守ることだと挙げるとともに、北京側に台湾への武力行使には成功する可能性はないことと、台湾に対して武力を使うならば経済面においては民主主義国家からの制裁を受け、外交上も孤立されることになり、いわゆる中華民族の偉大な復興も台無しになり、中華民族の罪人になることをはっきりと認識させなければならないと指摘しました。陳明通局長によりますと、中国共産党が改革開放路線を実施して40年、今は社会主義大国になっています。これは台湾を統一していない状況の下で成し遂げた成果です。その一方、台湾も発展を続け、今世界各国に最も高品質な半導体を提供しています。重要なのは、台湾は中国共産党の支配を受けていません。そのため台湾海峡を挟む台湾と中国大陸は互いに尊重し、それぞれ発展を求めるべきです。次に、スウェーデンの新たな首相が所信表明の中で、中国の台湾に対する武力を用いた恫喝を強く懸念する立場を示したことに対し、外交部がプレスリリースを発表して謝意を表しました。以下、外交部のプレスリリースをお伝えいたします。スウェーデンのウルフ・クリステーション新首相は18日、同国議会で行った初の所信表明演説の中で、中国が台湾に対して武力を用いた恫喝を続けていることを特に懸念するとし、いかなる形式であろうが武力を用いた威嚇は受け入れられないと述べた。クリステション首相はさらに、こうした懸念はすべての国に対して適用されるものであり、それが国連安全保障理事会のメンバーならばなおさらだと主張した。そして、スウェーデンは侵略的な国家がいかなる民主主義国の自由を損なうことも永遠に受け入れないと述べた。外交部は、同新首相及びその内閣が引き続き台湾海峡の平和と安全を重視し、中国が現状を変更しようとしていることを非難したことに対し、高度な歓迎と心からの謝意を表明する。以上、外交部のニュースリリースをお伝えいたしました。以上、10月20日のニュースをお伝えいたしました。担当は大宿慶でした。こちらは台湾国際放送です。